こんにちは。今回ね、大阪、兵庫でね、3日間、まあ今回ね、ちょうど、祝日と土日を挟んで3日間ね、外出の自粛をするということで、まあこれね、こう報道によると、こう大阪とこう兵庫のね、行き来、こうまたいだ行き来をね、するなというような感じでね、まあニュースヘッドがね出てるんですけども、まあ、そうじゃなくて、まあ、基本的にはまあいわゆる外出の自粛ですよね。まあそれが言われてるということで、でまあ個人的になんですけども、まあ私は評価したいなと思ってます。でまあなんでかっていうと、まあこういうことにすることによってね、まあ今回のね新型肺炎が、まあ、ちょっと本格的にやばいもんだぞという、まあ、こう、心理的なね、イメージを、これによってね、こう、できるというか、本格的にみんなが、こう、危険、危機度っていうのがね、認識できるんじゃないかな。で、もう一つが、この3日間っていうのがね、結構ポイントかなと思って、この3日間の外出自粛によって、まあ、いわゆるプチ買いだめがね、起こるんじゃないかなと。で、まあ、そのプチ買いだめっていうのは、まず一つはこの3日間というね、3日間出歩かないための買いだめがまず一つと、それとまあ、あ、やっぱコロナってやばいんやということを認識した人による買いだめ。そうするとまあ、例えばね、よくある、アメリカとかね、ロックダウン、まあ、いわゆる封鎖ですよね、そういったことをしてしまうのと今回のこの3日間を考えるとこっちをやっちゃうと本当にパニック的な買いだめに走ってしまうと思うんですよね。けれどもこれがねもし今回の3日間とかっていうようなものであればその買いだめがね、まあ、ちょっと緩和されるんじゃないかなというのが僕の考えというか、僕が思ったところなんですよね。で、まあ、例えばですけど、この3日間の外出自粛によって、まあ、その効果がね、どう現れるかはちょっと僕、今、わからないです。まあ、ひょっとしたら、これ、全く効果がなく、そのままね、ずーんとこう、感染者数がね増えるかもしれない。まあひょっとしたらこれでちょっと効果があってなだらかになるかもしれない。まあこれはねどっちか私にはちょっとわからないんですけれども、もし効果があればまあここで終わらせればいいし、やっぱりこれでダメだってぐーっと上がるんであれば次は本格的にこう封鎖っていうことを考えればいいと思うんですよね。ただいきなりこれをしてみんなが買いだめに走るよりかはこの1回3日間外出自粛っていうのを挟んでちょっとプチ買いだめさせておいた上でロックダウン、これだったらね、まあそれでもねやっぱりこういう3日間外出自粛してもまあお花畑な人はねお花畑でおるので、まあそれはしょうがないものの、若干ねこれ一発挟むことによってこのロックダウン時のパニック買いっていうのがね緩和されるんじゃないかなと私個人はね思ってて、でまあそれをねどう評価するっていうのはまあ人それぞれなんですけど、まあ私個人としてはちょっと評価しているというところと、それとね本当に残念なのが、まあこれをね発表したのがまあ大阪維新の会の大阪の知事だったり市長だったりするんですけど、まあおそらくはいわゆる反維新の人なんでしょうね。もうなんかこう揚げ足取りみたいなねコメントしとるんですよ。結構アナウンサーはじめね著名な人もね、でほんまにねこの今の状況で維新がどうとか自民がどうとかもう言うてるのがもうほんとちゃんちゃらおかしくてね僕の中で。もうほんまアホかとしか僕は思えなくて、
まあ、もちろんねその政策とかでお互いね、足らないところ良くないところっていうのはお互いこう議論したりとかしてこうやっていけばいいんですけど、このコロナでさえこの新型肺炎でさえこう一致団結してこうなんかことに当たろうとできへんかというのがねもうなんかおかしくてね、もう無理やなというのをねちょっと思ったりしたところでございました。ということでね、今回、大阪兵庫で3日間の外出自粛ということでね、心理的な認識がされるんじゃないかな。で、口かいだめがね起きて、もし、これでダメでね最終的に封鎖とかっていう話になったとしても、これを一発挟んだ方が良かったのかなと私個人は思ってるというところでございました。ということでね、またお願いします。